はいこんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー長いでございますこの動画は弊社の心理統計講座という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです大学での講義の補習や心理学の各種試験の対策やご研究お仕事などにお役立てくださいこのシリーズの動画の URL リンク一覧は本動画の説明欄概要欄にございます ということでですね、今回はタボ集団同時解析が用いられる理由ということなんですけれども、簡単にご紹介をしたいと思います。えっ、ー、と、共分散構造分析、いわゆる SEM ですね、SEM を、ストラクチャーエクレージョンモ、モデリングでしたっけ、を行う場合ですね、 あの属性間の比較を行いたいた場合があるんですよね、えー、何らかのまあせ僕の場合こう、ね、潜在変数と観測変数を含む因果モデルを作ってですね、えー、とそれをこう検証したりするときに共分査構造分析使うわけですけれどもこれって属性間で別々にやって比較したいっていうような場合があるわけですそういうそういう,そういう動機づけというかそういう研究をしたい場合があると。でこれは 普通に、まあその性別間でやってみたりとか、モデル一緒ですよ。モデル一緒ですけど、男性だけでやって、女性だけでやって比べたいとか、あと学年別にやりたいとか、性別とか職種、えー、ですね、えー、とかで同じモデルを別々にやって比較すると。それは今言ったように、属性ごとに共分散構造分析を行えばいいんじゃないの同じ因果モデルでやればいいんじゃない同じ変数でやればいいんじゃないのって話です。まあやればいいんですよ。ただし、まあ、